尼坂駅は愛知県名古屋市北区大杉1丁目にある名鉄瀬戸線の駅である。駅番号は ST04。相対式2面2000ホームの高架駅。駅集中管理システムが導入された無人駅である。2017年度よりバリアフリー化工事が行われていたが2018年4月に終了した。最寄りのバス停は東杉町1丁目、大杉小学校。基幹バス白壁バス停も徒歩圏である。利用者はそれほど多くないが、2019年の佐久町商店街の開業に伴い若干増加している。東大手、大曽根間上り線が立体化、名鉄10日から使用開始。交通新聞 P2、AB 寺田雄一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、258ページ。ISBN 978から47億7701万3364。名鉄瀬戸線、栄町谷田間連続立体化に、交通新聞 P1、https://www.meetsu.co.jp/プロフィール/news/2018/X-Files、フィールドファイル、2019、03、08、リリース19307尼坂、PDF ハット AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2018年2月24日、閲覧、電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、巻末折り込み。名古屋鉄道廃線略図、令和2年度移動等円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道、2021年8月14日閲覧。名鉄120年史編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道。1994年651から653ページ。ありがとうございます。